バレエ振付師は、振付を専門に行うものを言う。歌舞伎舞踊や日本舞踊のような伝統芸のほか、バレエやダンスの振付をするものも含まれる。バレエやダンスの世界では、振付家と呼ぶことが多い。将棋使いでは、英語の音訳で、コレオグラファーと呼ぶこともある。振付は、動作を行う、際の人体の構成や、動作の流れの構成を行う芸術の一種である。 ある瞬間の体のポーズや、それらにつながる一連の動きを構成することを指す。また、振り付け作業の結果にできる一連のダンスの構成も含まれる。ダンスの世界以外に、映画やスポーツ、身体表現の分野でも、用語として使用されている。大まかに言って、振り付け作業は動作の順序、リズム、強調すべき点を考慮して行われている。なお、 振付師という日本語は日本舞踊の振付職人として、教法年間にはすでに成立していたが、英語のコリオグラファーという言葉は意外に新しく、1930年代半ばから米国へ移住したジョージ・バランシンによって、ミュージカルや映画の世界で広められたのが始まりである。バレエの世界では、振付家は芸術監督を兼務することが多く、ダンサーに対して振付指導を行いながら、 舞台全体の演出も行っている。振付はダンスを振付創作したダンサー、振付師から他のダンサーたちへ、口伝や手取り足取りの指導、あるいは見よう見真似で伝えられる。世界中で古くから伝えられている舞踊、ダンスはこうして年長者から次世代へ代々伝わってきた。しかし、フランスやイタリアなど西洋で舞踏会が盛んになり、 ダンスの複雑化やダンスの教養化が起こった17世紀以降、ダンスを紙に記録し、印刷物などで普及させる試みが始まる。バレエやコンテンポラリーダンスなど、西洋の舞台芸術ではこの時、以来、音楽を楽譜に移すように、ダンスの振り付けを抽象化し、シンボル的動作、回数、ステップの踏み方などの要素に分解し、紙面に記録する、ダンスノーテーションを発達させてきた。 これは記録のみならず、ダンス教育や練習、ダンス研究などに利用されている。例えば有名ダンサーのダンスを記録し構成に、舞踊譜として振付を残すことで、後の時代の人々がこれに基づいて、ダンスを再現したり、練習材料にしたり、新たな振付の参考にしたり、研究者が過去のダンサーや振付師たちの研究、分析、批評に使うなどしてきた。また、 舞踊譜は民族舞踊の記録など文化人類学の世界でも利用されている。日本でも明治以来長年にわたり日本舞踊各流派の踊りや各地方の踊りを舞踊譜に記録することが各流派の人々や舞踊研究者の間で行われてきた。現代の西洋の主なダンスノーテーションには20世紀に入り確立したなどがある。日本では 各流派や研究者による独自の財布法がいろいろあるほか、東京文化財研究所が五千符のような標準に本部用プをまとめているが、読むのが難しい上同じ演目でも実は流派ごとの踊り方の違いがあるなどの理由からあまり普及していない。映像機器などの発達後、振付の記録や教育は写真や映画、ビデオなどでも行われ、モーションキャプチャーによる記録も行われている。 事前に練習した動作だけでなく、即興も振付の技法の一つである。即興はダンスの練習やワークショップなどにも利用される。英語のコレオグラフィーはコレオグラフィーの合成である。それ以前は不都合にコリグラフという言葉があるだけで、英語には該当する言葉がなかった。コーリーグラフィストという用語もあったが、最終的にバランシンの提唱したコリオグラファーが普及した。 朝日新聞大阪本社版2007年5月19日文仮面舞踊をデジタル記録ありがとうございます。